いつもご来店ありがとうございます。花市です。今回はですね、ちょっと外で撮ってるんですけども、ちょっと風が強いんでね、音がね拾えないかもしれないんですけど、なぜここで、ね、撮ってるかっていうと、実はですね、ここ AKB の、はい、AKB ちゃうわ、 SKE ですね、 SKE の聖地です。 SKE の聖地で撮ってます。はい、もうさっきこれですね、観光センターがあって、観光センターの実はずっと行きまして、こっちね、このここのね、速道店は速道ね、通ってるわけです。通ってるのか、あ、分かろうか、回転なんかもね、まあ、あるんですけど、まあ、ここをね通っていって、実はこのずーっと行くんですけど、ここずっとね歩いていくわけです。こう行くと、ね、ちょっと渡って行きましょう。行くとですね、分かるかな、こうね、こう石碑が見えてるんです。なぜ SKE の聖地かというと、実はここね、あー、ちょっと暑いな、僕のね地元なんですよね、地元、はい、地元で SKE の聖地の石碑が、僕がねいた頃はなんていうんですかね、こういうのなかったんですけど、なんかみんな来てるみたいですね、 SKE のあのファンの方たちは、はい、こういう感じですね、 SKE の聖地ですね。ここに春日のというのが、はずみさきっていう歌なのかな、ちょっとわからないんですが、書いてありますね、SKE の、聖地ですね、歌 SKE って書いてありますね。こちらなんか石碑立てますね、はい、わかるかな、まあね、こういう感じでね、地元来てるんですけど、なんでここに来てるのかっていうと、実は目的はですね、ここから程遠く行ったところにありますね、あの神社、はず神社、僕がやっぱり地元に来ると、今日はねお盆でお墓参りに来たもんですから、なんですかね、来たら必ず、神社には参拝してくると認識しております。ここの神社はね、ちょっと由緒正しき神社なんですけども、まあ後ほどちょっと説明しますね。それでは行ってみましょう。はい、こちらですね、でかい鳥居があるでしょ、ここが羽津神社の、でかい、羽津宮という、分かるかな、はい、羽津宮というのがでかい神社ですね。ちょっと風がね、海風がね、どうしてもね、分かるかな、海原がもう広がってるんですね、海の近くで、この鳥居のですね、この鳥居の、この茂みの向こう、先ほどの石碑があったところですね、程よく行ったところに神社があります。ではここを歩いていきますね、この鳥居をくぐっていきたいと思います。鳥居今くぐったところなんですけど、そちらをくぐったらこちらね、ここの階段を登っていくわけです。あちらですね、階段を登っていくと、初神社ですね、僕の地元の神社があるんですね。それでは行ってみましょう。はい、はい、こういった、階段をねめちゃくちゃ登ってくるんですよ。ね、登っていきます。まだまだありますよ。階段をね、こう登っていくわけです。ああ、もうね、疲れちゃって。はい、まだ、すげえ上がってくるんですよ、これ。はい、ね、階段をね、すごい上がってくるんですけど、ここは階段上がってきますから。すげえしんどいっす。もうね、終わりますね。すげえしんどいです。もう年なんでね、答えるんですよ。すげえしんどいです。実はね、この初神社の奥には、SKE さんのね、なんか絵馬なんかもあるらしいんですよ。ちょっと行ってみたいと思います。暑いですね。暑いし、もうしんどい。
ちょっと登り切りますね。こういう感じですね。ありました。登ってきたらですね、まあこちらですね、右側行くと展望台があって、こ左側行くと、初神社があるわけです。それでは行ってみましょう。ずっとね、鳥をくぐって参道ですね。ここがね、頂上なんですけど、もうなんか今は水出てないですね。そのまま行きましょうか、そのまま。はい、そこをですね、行くと突然、はい、わかりますね。海がね、開けてくるんですよ。なんだろう、これ。篠島かな、篠島で、もうちょっと向こうに行こうかな。篠島で、あちらですね。あちら奥に見えるのが、ひまか島ですかね。ひまか島ですね。と、篠島。ね、すごい綺麗でしょ。こういう景色がね、こう、水平線がね、広がってるわけです。で、これをぐーっと行くと、はい、もうね、ここに。はい。神社がね、広がってるわけです。はい、はい、というわけでですね、ここでね、ちょっとした豆知識なんですけど、まあ僕が聞いた豆知識なので全然信じなくていいですよ。ですね、あの御神体というのは基本的に正面から撮ることができないものですから、あの参拝の様子はね、こうお祈りしている場所はちょっとカットさせていただいたんですけど、神道における御神体というのは、鏡が多いんですよね。例えば、伊勢神宮なんかも、天照大神様がいらっしゃるでしょ。その御神体というのは鏡なわけですよね。じゃあなぜ鏡なのかっていうと、そこに参拝に来たものを映し出す、まあ、自分自身を映し出してるっていうことなんですよね。で、参拝するときにはその自分自身を映し出されているので、まあ、反省する場所っていうのかな、報告する場所、参拝するときの気持ちはどうしたらいいのかというと、我を捨てるんですね。で、ご神体の話に戻ると、ご神体が鏡なわけでしょ。我を捨ててみてください。そこにですね、映し出されているものは何かっていうと、我を捨てると、そう、気づきました、神っていうものが映し出されているわけですね。なので、我を捨てることによって神に近づくっていうことですね。僕が聞いてる神道ではそういうふうに、伺ってます。なんかそういう風に聞くとね、なんかちょっと豊かな気持ちになるでしょ。ね、参考にしてみてください。それでは、続きを、どうぞ。はい、参拝が終わりました。参拝終わってね、ですね、実は絵馬なんかもね、こちらで貼ってあるんです。わかりますかね。絵馬ですね。SKE さん由来の絵馬なんですけど、まあちょっとハートの形が違ってね。それで、祈願するっていう形ですかね。参拝終わってね、ここのね、海が、右側が篠島、そして左側が島鹿島ですね。ここでいつもね、また海を見ているわけです。ちょっと眺めていきましょうか。あ、いいですね。はい、木漏れ日の中ね、こうどんどん進んでいくんですけども、今日はね、軒並みね、40度超えてるところが結構出てたみたいですけど、木陰っていうかね、日陰になってるんで意外と涼しくね、いけると思います。こういうところですね、ちょっと大きいのが美味しくなっちゃってっていうところなんですけど、意外とね、ここも涼しいし、なんか風情があっていいところなんですよね。この神社の反対側のねところなんですよね。はい、今はずこういう地域があったりとかね、なんでしょうね。昔はね、ここ千賀市っていうのがいたんですよね。千賀市っていう方がいて、まあなんていうかね、漁業のね、交易地点だったということですね。漁業盛んなもんですからね、結構あの船舶が止まってたりとかね、したみたいですね。はい、休憩所があって、はい、休憩所、何だろう、展望台か、展望台ですね。はい、それでは行ってみましょう。
はい、展望台ですね。登っていきましょう。はい、行きましょうか。これ階段登ってきますよね。なかなかね、しんどいです。いやもうね、年には勝てないですね。はあ、昔はね、もうガキの頃はね、めちゃくちゃこんなところでよく遊んでたし、展望台もね、これ2代目じゃないですかね。新しくなってますね。はい、頂上に着きました。絶景をね、お楽しみいただけたらと思います。はい、ちょっとてっぺんに着きました。絶景をね、はい、ここがね、モロダキの町ですね。昔のね、モロダキ漁港があったところですかね。はい、あの辺のね、昔はね、船に飛び乗りながら遊んでたんですね。で、ずっとモロダキの町が広がっていて、で、こっちがですね、いわゆる伊勢湾ですね。伊勢湾、この道をですね、ずっと続いていくと、こういう浜があって、釣りがあっていくんですね。あとはもう水平線ですね。こういう水平線がバーッと回ってるんです。で、今見える島が、厚木半島ですかね。厚木半島なのか、違うか。ごめんなさいね。小葉か。小葉ですね。小葉の方ですね。三重県の、和歌山の伊勢の方ですかね。伊勢の方っていうんですかね。はい。伊勢の方が見えまして、あれが何だろう、わかんないな、わかんない。で、あって見えるかな。はい、島ですね。ちょうど篠島と、右が篠島だな、左が篠島かな、こっちは島かな。はい、見えまして、見えるかな。結構ね、島といってもね、近いんですよね。もう建物なんか見えちゃうくらい、望遠のレンズでしたらもう結構見える感じですね。で、その奥が、渥美半島ですね。小原とかあっちの方じゃないですかね。ね。はい、こういうのが広がってるってことですね。もうあっち、もうあちらは伊良湖ですね。伊良湖のこちら、これが、日間賀島で、こちらが、伊良湖ですね。で、この辺りは、三河湾ということになりますね。はい。はい、こういう感じですね。モロダキの町が来ましたね。もう、はい、というわけでですね、今展望台がお伝えしてるんですけど、まあこういう感じですかね。まあちょっと風が強いんでね、音声がちょっと聞こえにくいかもしれませんけども、こういうね、港町、何もない町、僕の中学ぐらいまではね、コンビニすらなかったというね、田舎で育ってます。なので。魚系の出汁は強いんですね。で、はい、まあそんなところです。はい。じゃあね、ちょっとね、おまけでね、ちょっと面白いところあるんで、もう一度ね、最初の赤い鳥あったところに戻りましょう。それでは戻ります。はい、というわけでですね、元の場所にね、戻ってきたわけですけど、実は、先ほどのね、神社の階段のこの左側面分かるかな、左側面にね、実はここに、ここがですね、僕のね、ガキの頃に泳いでたプールがあるんですよ。やっとプールがある、海なんですよ。ここ行きましょう。ここはね、地元でも有名なロマンスロードって言うんですよ。ロマンスロード行きましょう。もうね、風がねすごいんですよ。でね、でここのね、向こう側、はい、全面海なんですよ。ありがとうございます。全面、はい、行きましょう。しんどい。普段ね、店の中で仕込みしてると外に出ることがあまりないもんですから、なんていうんですかね、しんどいっすね。ずっと全面ね、海わかるかな。先ほど言ってたね、島も見えますし、海ですね。風が強いんで、はい、こういう感じでね、海が広がりながら
まあ、道を歩くという、ただただ歩くという動画になっておりますけども、こういう道ね、この道をずっと進んでいくわけです。はい、ね、今はどうなのかな、ちょっと倫理的にというか、昔はねこういうところでよく遊んだものですね。引き潮の時はね、あちらのね2つ目のね山、あちらまで行けたんですよ。引き潮の時は行けるんですけど、まあ今ちょっと満ちてるんでね行けないですけど、こういうねここの崖のところで登ったりとかね、あちらの行ったりとか、あここの海でねなんかあさり掘ったりとかするってことですね。はい、行きましょう。はい、そのままね進んでいくと柵見えてきたでしょね、柵が見えてきたでしょ。はい、じゃあ はい、ここですね。ここは分かるかな、急にでしょ、急に囲ってあるでしょ。おー、今は使われてなくてね、ここね、更衣室だったところです。もうね、レンガとか崩れちゃってるけどね、更衣室だったところですね。こういうのあって、はい、ここ更衣室で、なんでもない動画は続きますけど、はい、こうしてここね、足でね消毒ね、塩素まみれの消毒をして、ここでシャワー浴びるわけですよ。で、ここね、ここで、こっちか、ここで、シャワーを浴びてから。鳥のね、こう反対側ですね、反対側。ここでね、防波堤のところかな、SKE さんが立ってね、行動していたんですね。はい。なんか、そう考えると、もうなんか、優勝正しい場所かなと思いますよね。はい。というわけで、元の場所に戻ってきたわけなんですけども、いかがだったでしょうか。もう何気ない、なんもない動画でしたけど、ほのぼのした動画。まあ、こんな動画もね、まあ、僕がね、地元行った時はね、ここにね、参拝して、日頃のね、感謝の気持ちを伝えているってことですね。はい。まあ、今後ね、こういう動画をね、なんかちょっと紹介するような動画を、ね、撮っていきたいと思いますので、よかったら、また見てください。というわけで、また、お店でお会いしたいと思います。はい。とね、Twitter、Facebook、インスタグラムやっておりますので、気になるよって方はフォローしてみてください。こういう動画をね見逃したくないよって方はチャンネル登録もお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。